今日あんまり反応できなかったんですけど、謎のティザーサイトといいますか、ホロスターズイングリッシュね、なんか謎のティザーサイト的なのが、カウントダウン的なのがオープンしましたけど、あれね、皆さん、ここだけの話、ここだけの話をしよう。あのさ、俺たちっていうか、ホロスタのジャパンのスタッフ、多分誰も何も知らない。こういうのってさ、ね、一応ね、ね、場所が違うとはいえ、ある程度やっぱホロスターズならば情報が入ってくると思うじゃん。何にも知らない。何にも知らない。うん。なんか、まあ、根本的に、やっぱり、まあ、向こう、ね、英語が喋れる人がいないと、スタッフじゃないと、できないということなんで、まあ、なんかね、向こうは向こうで完全に、イングリッシュのスタッフさんがやってらっしゃるそうなんで、今のところ、俺も、みんなと同じような気持ちで、情報を追っています。そうなのよ。ね。だからもう、どうなるかね、わかんない。全然。まあちょっと俺は英語がとにかく喋れないからね、日本語が喋れる人が来てくれたらね、嬉しいなとは思いつつの、どうなんでしょうね。ね、まあでもまあね、これで今まで日本語わからないからホロスターズちょっとなって思ってた人たち、まあでもそもそもホロスターズなのか、あれは。一応ティザーサイトにはホロスターズのロゴマークついてましたけど、そこもちょっとふんわり分かってないんだよな。分かってないんですけど、うん。ね、まあ、もし本当に男性グループ来てくれるんなら、ちょっと絡んでいきたいところではありますけれど、どうなんでしょうね。分かんないですけど、まあでもね、楽しみだね。とにかく。ね、新しいメンバーが増えるのはいつも楽しみだね。うん。ここで俺が、ホロスターズだよって断言しちゃうとね、それが、確定情報になっちゃうから、ちょっと自信なさげに言っとくわ、一応。本当に知らないから。うん。アーニャみたいに、EN の方が日本語上手かったりして、おいおいおい、俺たち日本語、俺たちってか、俺は日本語上手いだろうが。俺、日本語下手か？下手じゃないでしょう。はーん？英語頑張れ、頑張るか。英語。